皆さんこんにちは、みんなの江口こと江口雄二です。今回は9月28日にジーズダーツさんより発売される僕のモデルマーベラス2とマーベラス2プラスのインプレッションをしたいと思います。今回採用したカットはウィングカットです。ウィングカットはかかりが強すぎてしまうのではと思うかもしれませんが、マーベラス2に使用しているものは角を落としていてかかりすぎないように工夫しています。また、設置面積も多く力がより乗りやすくなっていると思います。ここのフロント部分に関しては、R をつけてよりこうスムーズにシュッとグルーピングするようなイメージを持って投げてます。僕のグリップですが、人差し指と親指でしっかりこのカットの部分を握るようにしています。これだとちょうどいい具合で、中指、薬指が、チップに触れれるちょうどいいバランスの、バレルの長さにもなっているし、親指にかかる、カットもしっかりとかかっていつつこう引っかかりすぎず、なおかつこう設置面積がしっかり多く取れるのでとてもいい感触を得られると思います。僕は 16.5g と 19g を2つ今回作ったわけですけれども、初めに 19g の方をずっと使っていて、自分でもちょっと前回の 15.5g と比べてこうギャップが激しすぎたので、ちょっとジーズさんにお願いして 16.5g を作ったところ、これがまたすごい良くてですね、自分でも正直どっちを使おうか迷って、まあ調子がいい方、投げやすい方を選んで、その日その日によって違うとは思うんですけど使い分けてます。今回もジーズダーツさんが僕のために素晴らしいダーツを仕上げてくれましたので、ぜひとも応援してくれてる皆様のためにも早く優勝できるように頑張ります。ぜひ僕の2015年のモデルマーベラス2とマーベラス2プラスを使ってみてください。よろしくお願いします。